チャーリンクネットワークです。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。この番組では金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今回はシリーズ IPO 企業研究です。8月20日にマザーズに上場する予定のフューチャーリンクネットワークです。こちら現在7月末時点の情報をお伝えしていきます。上場するまでに少し情報が更新される可能性があるんですけれども、現段階の情報としてお聞きいただければなと思います。で、私自身ですね、 IPO に対する思いは非常に強くてですね、今個人で独立系の経済アナリストとして活動してますよね。それとは別に株情報配信のフィスコでアナリスト業務を業務委託でしています。でもう一個、実は正社員で働いてる会社があるんです。それがファンディーノというプラットフォーム、皆さん見たことありますかね。結構 CM でファンディーノっていう CM が結構最近出てるんですけども、そこの会社で正社員をしてます。で、私ずっとこの会社に出会うまでは株のトレーダーをして、その後情報配信メディアでアナリスト業務していて、そこも続けながら今のこの正社員の仕事もしているんですよね。こんな変な働き方をしているんですけども、それをできるだけいろんなところでお話ししたりとか、上場企業の社長さんとインタビューする時もこういったことをお伝えしていってます。なぜかっていうと、こういう変な働き方をしている方が結構今増えてきていて、そういった方がもっと増えたらいいなって私自身思ってるんですよね。特にやっぱり正社員で働きながらこういういろんなことをしてると、なかなかこう実は難しい側面が多いと思うんです。社内の理解とかいろいろ難しいと思うんですけども、そのあたりももっともっと発信して、いろんな人がですね、男女関わらず自由な働き方ができたらいいなと思って、いろんなところでお話しするようにしています。この会社が何をしているかというと、実はマザーズより下のマーケット、マザーズより下の企業を元気にしようっていう理念を掲げているんですね。誰もがフェアに戦える未来を作っていきたいっていう理念を掲げていて、私ずっとここマザーズより上の企業ばっかり分析してきたわけじゃないですか。でもこの会社はそうじゃなくて、日本の課題はこの下の企業が元気じゃないから、日本経済が元気がないというか、もっとここが元気があれば日本経済全体がもっと未来が明るいんじゃないかっていう考え方を持ってるんですね。そのために何が必要かっていったら資金、お金なんです。なのでこのベンチャー企業に対して資金を調達できる、資金調達できるサポートをしている会社がファンディーノになります。なので私の中で仕事としては金融以外のことはしませんっていうのが結構ポリシーなので、ベンチャー企業で働いているんですけど、これもバリバリ金融の会社ですよね。資金調達をサポートしていき、その企業、そこでファンディーノを使って資金調達をした企業のほとんどは IPO 上場を目指して頑張ってる企業なんですよ。なのでそこの経営者の方々、ファンディーノで資金調達していただいた方に対しては、私ラジオ日経で番組を持ってるんですね。教えてベンチャー社長、5分で教えてベンチャー社長っていうコーナーを持っていて、そこにゲストとして毎週いろんなベンチャーの社長に来ていただいてます。で、皆さん本当にご苦労されていて、まあまあ認知度もない低い企業も多い中ですね、一生懸命広報活動をしながら事業も前に進めていき、そして社員もなかなかいない、雇えないですよね、お金がまだないので。雇えない中、そこからですね、一生懸命こう事業を前に進めていっておられる姿を見てですね、こういう企業の中で選ばれた一部の企業が上場していくんだなっていう風に感じると、それを理解した上で上場セレモニー、今ねその緊急事態宣言で上場セレモニーとかない時もあるんですけども、あの鐘を鳴らしてる姿とか見るとね、本当にまあ感動ひとしおなんだと思います。私自身も今そのベンチャー企業にいるので、もし自分の会社が上場なんかしたら、もう泣いてもうなんかその笑えないと思います。それぐらいベンチャー企業って苦労してるんですよね。で、それを私自身は頑張ってこうラジオでお伝えしていきたいなと思っていう活動をしてるんです。ただ上場したからといってそれがゴールじゃなくて、そこからも試練の道のりが非常に多くて、マザーズの社長さんとかにお話を聞くと、もうなんていうかな、もう地べたを這いつくばりながら、もうなんか事業されてる話を聞くので、改めてその経営者事業を運営するってすごいことだなって思うんですよね。なので、まあ、上場していくってことがすごく大変なことなんです。全員誰もが誰も
上場できるわけじゃないっていうのは、まあ、前回お話ししたんですけれども、そういうふうに、まあ、一部の限られた人がいろんな審査を通過して上場しているので、なので、まあ、上場に対する思いが私自身非常に強いですね。自分もベンチャー企業にいるので、なので、まあ、皆さんと一緒にですね、 IPO の意味、上場の意味を一緒に、そこは理解した上で投資の観点から見ていきたいなと思っています。それぐらいお祭りすごく祝福、あんまりなんかどこどこの会社が本当に有名な会社ね、サンさんとかマネフォワードさんとか、なんか花形の企業いるじゃないですか。ああいう会社はもちろん一般紙とか報道ですごく報道されるんですけれども、全然光が当たらない。専門誌とか専門バイターは別ですけれども、その一般ニュースでは全然光が当たらない企業ってたくさんあるんですけど、でもみんな一緒です。みんなどの企業も同じように努力して這いつくばってビジネスをして、そこから上場というものを勝ち得て、さらにそこから上を目指してやってる会社なので、なんかそういったことをもっともっと伝えていきたいなっていつも思ってるんです。なかなかでもそれが伝えさせてもらえる機会も少なくって、まあ思うところが結構ありますよね。じゃあ8月20日にマザーズ予定のフューチャーリンクネットワークのご紹介をしていきたいと思います。こちら日程になります。ちょっと関係終わってすいません。はい、こちら日程になります。こちらちょっと一緒にこれの事例を用いて専門用語を理解していこうかなと思っています。ブックビルディング期間っていうものがあります。これはですね、この期間にその会社がどれぐらいの値段で株価が決まるかみたいなことを決める期間なんですが、ここの期間に皆さんは証券会社を通じて申し込めばいいんです。申し込んでいただいて、ネット系の証券会社で、まあ、抽選受かれば、じゃあ私たちここにお金振り込みますみたいな感じで振り込む意思を表明していただければですね、それで IPO 投資は OK で、まあ、これがいいか悪いかは別として、 IPO 前にもらえたら、だいたい初値は、前回の動画でお話ししましたが、初値を超えてくる、この自分が買った値段よりも超えてくることがほとんどなので、皆さんも初値売りをするっていう投資スタンスが多いので、投資の意味合い どうなんでしょうか。その本来の投資の意味合いとは違うかもしれませんけれども、まあ儲かるので、皆さんそれには初値売りっていうやり方をやります。なので今日はこれですね、 BB 期間、ブックビルディング期間っていうのをちょっと覚えていただければなと思います。さあ、そして今日ご紹介していくですね、フューチャーリンクネットワークの基本概要ですね。こちら千葉県船橋市の会社で、代表の方がですね、石井社長になります。はい、いつかインタビューさせてもらえたらいいですね。こちら事業内容をちょっとお伝えしていきたいんですけれども、地域情報のプラットフォーム、マイプレっていうものを運営しています。このマイプレはですね、今現在148社の運営パートナーの企業と、あと47都道府県なので、どこが欠けてるんでしょうかね、46都道府県、さらに734市区町村の地域でこのマイプレを運営しています。で、このマイプレ、実際にこういったページなんですけれども、実はこの地域のお店とか施設とかイベントサークルとか、この地域のに根付いたこう役立ち情報って、実はあんまりこうネットメディアでないじゃないですか。全国的に今有名だよ、こんなことが流行ってるよっていうニュースはあったとしても、こう地域のお話って結構なかなかこう収集しにくいって実はありますよね。なので地元の情報を集めて配信しているプラットフォームになります。で、実際に店舗の取材とかイベントの、まあ、主催者が自ら発信する情報を提供していってるんですよね。ですので地域に埋もれている情報を届けていくことで、地域の魅力を掘り起こして、まあ、地域の活性化につなげていくっていう感じなので、地方創生のキーワードとかも入ってくるかなと思ってみています。こちらマイプレですね。事業内容、売上高のセグメントをちょっと見ておきましょうかね。こちら地域情報流通事業、今お話ししたような事業ですね。こちらがですね、売上高の 34.7% を占めています。で、こちらでこうマネタイズをしていては、ビジネスモデルとしてやっぱりまず地域の中小企業の方からサブスクリプションですね、月額課金でこのマイプレに掲載できますっていうところで、まあ、お金をいただいているということですね。さらにプラットフォームへの参加していく参加料とか、こういったものがですね、事業になっているんですね。あとはこのマイプレにこう店舗の掲載をしていく広告料とか、こういったものもマネタイズになっています。さあ、もう一つ見ていきましょうかね。売上高の 41.3% を占めている公共ソリューション事業です。こちら何をやっているかというと、
自治体とか国、こういうような公共的な立場の方が抱えている課題に対して民間を連携して課題解決を提案していくということです。で、今現在全国33自治体のふるさと納税業務の支援を受託しているようなので、この会社は今お話ししたように地方創生、サブスクリプション、そしてふるさと納税、こんなキーワードがこう散りびまめている会社になります。さあ、そしてもう一つ、マーケティング支援事業が 24% を占めるんですけれども、これは地域に根ざしたエリアマーケティングを支援しています。で、こちら売上高の、この事業の売上高の 7.9% が松本清向けだそうですよ。さあ、業績も見ておきましょうかね。こちら、この欄になります。2021年8月期の業績は売上高が前期比 18.9% 増の13億4千万円を見通しています。また経常利益もですね、 96.2% 増の8千万円と増収増益の見通しとなっています。そして通期計画に対する第3四半期末の進捗率ですね、こちら現在売上高10億4千万円なので77% の進捗率となっています。さあ、類似企業の3社比較しておきたいと思います。今この会社はですね、今期の PR は22から24倍の見通しとなっています。で、類似の情報サイト運営会社と、まあ、同じような PR の見通しとなっていますね。で、こちらデザインワンはですね、復習になります。こちらでまあ過去の企業をちょっと勉強しようってことですね。デザインワンはですね、東証一部の幅広い業種の店舗の口コミサイト駅店を運営している会社です。で、イトクロ、マザーズの会社で、こちら塾ナビを中心に教育関連の口コミのポータルサイトを運営しています。そしてアイモバイルは東証一部ふるさと納税サイトふるナビを運営しています。こんな会社が類似企業になってきます。この今回ご紹介しているフューチャーリンクネットワークはですね、公開規模がどれぐらいかというと6億円前後なんですね。で、かつですね、株主としては代表の石井社長、職員含めて名が連なっているんですけれども、ベンチャーキャピタルの株主は入ってないということなんですね。実はベンチャーキャピタルが入っているとその後ちょっと売られるようなタイミングがあるということなので、このあたりも情報としてお伝えしておけたらなと思います。こういうふうな企業ですので、ぜひ皆さんもしご興味があればですね、証券会社に、まあ、BB 機関に申し込みをする、あるいはセカンダリーで狙っていく、そういうふうな投資戦略になります。はい、前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンをよろしくお願いいたします。皆様からのたくさんのコメントいつも拝見しております。本当にありがとうございます。これからもですね、金融情報、株式投資の情報を配信していきます。ぜひ引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。